で送信する。はい、10秒前です。はい、チーンはどこにあるかな。ポットリバーズの人生はポリバケツ。こんばんは。ポットリバーズ、あさみです。ポットリバーズの人生はポリバケツ、今日で最後ですよ、皆さん。あ、めっちゃ斜めになれた、カメラが。あ、これが、これが。はい、オッケー。いきますね。はい、ありがとうございます。ちょうど80回目、最終回。キレがいい、キレがいい、キリがいい、キリがいい、喉越し爽やか。すっきり爽快、ぴったりで。今日はいろいろゲスト来ますよ、急遽。びっくりした今。じゃあ1番のサビ終わりで、はい、あれしましょうかね。はい、タイコッピ、こんばんは。最後は一番乗りだね。やっぱり優等生だね、タイコッピは。はい、じゃあ、はい、こんばんは。ポートリバーズの人生はポリバケツ、始まりました。8月30日水曜日午後8時1分50秒室内温度26度、湿度 35% ということで、今日はですね、最終回でございます。ポートリバーズの人生ポリバケツ最終回80回目、パチ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 。そう、ギャラリーいっぱいいるわ今日。今日ギャラリーいっぱい、多分ね、みんな見えてると思うけど、もう顔がこれツイキャスでは見えてないのかな。あっちユーストでは見えてるね。ガンガン見えますけどね。丸見えだね。丸見えですね。そう、位置がね、座る位置が逆になって、ちょっと前ぐらいから、それでギャラリーの人たちが見えるようになってるんですよ、カメラから。まあ、なんか昼間の放送逆光だからとかっていう、このカメラ的な問題でこういう形になってるんですけどね。はい、そんなわけでポートリバーズの人生はポリバケツ、今日で80回目を迎えたわけなんですが、ありがとうございますと同時に最終回です。3月、去年の3月から始まりの、まあ、約1年5ヶ月、1年半ぐらいに差し掛かろうとしてたところなんですけど、まあ、キレのいい、キリのいい、喉越し爽やか的な80回で、まあ、キレがいいのは多分100回ぐらいなんだろうけどね。いやでもぴったり賞、ぴったり賞はキレがいいんじゃないですか、やっぱり。いやー、まあそう、なんか自分たちで FM ギノワに営業しに来て、はい、お話しさせていただいて、スタッフさんに。その当時いたのはキッサーっていうね、スタッフがいて、でお話しして、あ、もう全然いいですよって言ってくれて、そこからが始まって、まあ、いろんなゲストにもたくさん、ゲストさんもたくさん出てもらって、まあバンド関係がやっぱ多かったかな。バンド関係だったり、友達だったり、急に遊びに来た友達をポンって出したりね。一番最多数はシン、前下田と来てたシン。シンは4回か5回ぐらいもう出てたんじゃないかな。ね、最初はキューちゃんとかも一緒にやったりとかもしたけど、まあいろんな思い出がありますね。一番最初呼んだゲストはなんとジャーバーボンズだったしね。すごいですね。そう、椅子の数もブースの椅子の数も何
マイクの数も足りないっていうあのゲストが多すぎて、あとは重いトランスとかね、はい、もう来たし、まあいろいろいっぱい来ましたよ。いっぱい来てくれました。で今日は最終回ってことで、うちのポートリバーズのあのショーゴが最終回だったら私も行きますよって言ってくれて、それで実は来てくれてるんですよ今日は。あとは、うん、ヒューマンステージの山田さん、ずっともう最初からスポンサーなってくれてて、もう超ありがたい。いろんな相談事とかも乗ってくれてね、今日ちょっとアーチーちょっと遅れるから進めといてねってからメールがさっきあったんだけど、まあ最後らへんに来るのかな、もう来なくてもいいけどいや山田さん見たら泣きそうだな、まあ、そこはもうちゃんと来てくれるでしょう、まあ、でもさ、その前に本当に今あのショーゴとギャラリーにいて、はい、その後ワイ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 みんな来るもんだから、はい、びっくりしたわけよあ、最終回ってこんな感じなのかなみたいな、久しぶりにみんなと会って、そうですね、嬉しいですね。ずっとスポンサーになってくれたヒューマンステージ山田さんとね、サードウェーブの、うん、私たちが所属するサードウェーブの社長浜田さん、本当にありがとうございます。 FM ギノワンのねスタッフの皆さんもありがとうございました。いえいえ、もう僕たちはファンとして、このリスナーのみんなね、はい、リスナーの皆さんもゆるゆるだらだらなトークにずっと付き合ってくれて楽しかったですよ。私はあのユンタクハンタクが好きなもんで、一人ユンタクハンタク、まあタツノとずっとやってたけど、まあタツノが4回前ぐらいからかな、もう休みになって私一人でやってるけど、それでも楽しかったです。みんなのメッセージとか、うん、ツイキャスに来るコメントとかのおかげ、あとキャンさんのおかげですね、ありがとうございました。いやはい、今日最後だから楽しく、いつも楽しいけどもっと楽しく終わろうと思って、はい、もうあんまり長々だらだらと喋ったらナチブになるので、はい、早速ショーゴ呼んでみましょうかね。じゃあ、はい、ツイキャスもね入ってきていただけるんでしょうか、ね、ありがとうございます、はい、どんどん皆さん、あ、そうだ、じゃない、最初に呼ばないといけないんだこれ、はい、今日のトークテーマ、はい、最終回のトークテーマないです。あえてテーマはなしにしてます。そうでしたね。なので、どういうメッセージでも、受け付けますので、皆さんどしどしメッセージお待ちしてますよ。時間の許す限り、読んでいきたいと思いますので、あとですね、後からあのゲストで今日サプライズで来てくれてるんだけど、来週からのこの枠で番組を持つスタブナインの3人も来てくれてますので、スタブナインに何か質問するメールとかでもいいですよ。3人来ますので、はい、というわけでね、なんね、相変わらずプログラムも決まってないこの番組ですけど、いえいえいえ、はい、最後の今日も皆さんゆるゆるとお付き合いください。はい、よろしくお願いします、はい、メッセージメールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 ユーストリームとツイキャスサイマル放送もやっています。リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります、完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。この番組はギノワンヒューマンステージとサードウェーブの提供でお届けいたします。 CM です。あ、本当に、はいはい、あ、違う、はい、今、ななみちゃんも喋るの？あ、何するかを見せる。ああ、なるほど、はいはい、どうします？ CM はもう
最初でつなげて消すのもできますけど、うん、あーその方がいいですかね。その方がゆっくり多分時間取れるはずなので、 あ、じゃあそれでお願いします、はい、じゃあつなげましょうね、うん、メンバーの翔吾です、よろしくお願いします。キャンさん、キャンさんもこっち早くできたばっかりだわけ、いやもう自分全然信じない、そうそう、あそうなんか自分が一人で放送した時ぐらいから、まあ、その前ぐらいから、うん、はい、だから2人の掛け合いみたいになってる、あそうだこれいらないやつですか、うん、これいらないやつ、まあ、聞こえるけど、いつも撮ってからや、あなるほど、こっちがスタブナインのアンナミちゃんです、よろしくお願いします、来週から、あはい、よろしくお願いします、終わったらあのちょっと次の番組の打ち合わせというか、あ、はい、はい、多分僕も抜けるのでできると思いますので、はい、よろしくお願いいたします、これはメッセージはどこかな、はい、メール、メールが多分タブが2つあると思うんですけど、いつものと違う、逆側で、そうですね、こっちの方、これこれ、はい、これビーチキャッスルが呼んだので、うん、押してもらって戻れば、うん、あこっちね、はい、はいはい、見えます、結構来てますよ、あ本当だ、オッケー、であとすいません10秒しかないんですが写真をお願いいたします、はいはい、Facebook にあげましょう、はい、はい、撮ります、はい、チーズ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、あと10秒しかないんだ、あ、そういうことも撮りたかった、あ、撮りましょう、あー、山さん、あとで、あとで1ポートリバースの人生はポリバケツ、あ、いいね、ショーゴね、はい、ショーゴ来ましたよ、はい、初めまして、あのポートリバースのね人生はポリバケツのファンの皆さん私が噂の翔吾です。どこから来たんですか。ですね、沖縄県から来ました。やってまいりました今日は。なんだこの T シャツいいね。そうなんです。ちょっと今日はうん、ね最終回の花を添えるということで一応ラーで来ましたんで。ちょっとねシワシワなってるけど、なんとかかんとかちょっと準備してきましたんで。しかもこれネットで頼んで買ったやつなんだよね。沖縄人なのにネットで買ったんで。そうなんです。あの皆さんにねもっと沖縄を知ってもらいたい。この宜野湾からね。僕たちのアイデンティティですからね。アイデンティティです。はい。そうです。もう超わかりますよ。沖縄っていう。沖縄。あれだもんね。はい。あのちょっと話すると、うん、あのボーイのあれで行ったもんね。そうなんです。そうなんです。この T シャツ着て。ちょっとですね。全国放送に映ったもんね、テレビに。映ったんです。はい。すごいですね。ちょっと端的な話すると、はい、まあボーイの地元ある群馬県で、はい、あの1000人でちょっとロックをしようと、あのギターを500人とか100人とかもう1000人でやろうっていうイベントがあって、それにちょっと盛り込んできました。でですね、あのその時沖縄 T シャツ着けてアフロをつけて。サングラスつけてきたんで顔バレなしで全国放送に乗りましたで、まさかすごいよ、そうすごいんですよ、1000人の中でこのテレビに映ることがすごいね、はい、しかもちょっと密着っぽくされたでしょ、そうそうそう、されましたされました、超すごい、だからそれがインパクトあったんだよね、この沖縄 T シャツも正解だし、よかったよ本当に、アフロも正解アフロも正解で、そうそう、めちゃめちゃ目立ってきました、サングラスも正解で、はい、自分のギターはもちろん持っていくし、はい、自分でアンプも買って持って行ってすごい広っぱ原っぱに1000人が自分の機材をセッティングして1曲だけ演奏するっていうね、そう、もう本当にボーイのファン、全国から1000人集まって1曲やって解散ですからね、そうそうそう本当にたったそれだけの儚いなんていうかこのなんていうかすごいよ、ね、男ロマンが詰まってますよね、うわやっぱ9割男性だった、9割男性でしたね、で1割女性もいたんですけど、うんうんうん、9割男性でしたね、でもこれは本当に一生の思い出だよね、そうですね、ね、もう本当にちょっとギターやっててよかったなって思える、いやもう絶対参加した人は本当にもう一生語れるじゃないですか、そう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 すごいいいなと思いました、そうだわけよ、そうなんです、だからちょっと今回ちょっと顔バレしてるので今日大丈夫、今日大丈夫、はい、今日本当にあの最終回ってことで超サービスで来たので今日だけですよ、今日だけ顔バレできるんですよ、今日もしかしてアフロつけてくるかなと思ったけど今日は大丈夫だ、いや今日はちょっとありのままの姿で、素で、はい、行こうかな、あ最終回ですね、出血大サービス、はい、攻めてますんで、あの、はい、YouTube 残りますが大丈夫ですか、うん、ぜひですね79.7 で検索お願いしますはい、はい、じゃあね、メッセージ今日最終回だからいっぱい来てるんだけど、すごいですね、さすがですね、翔吾もちょいちょい呼んでいきましょうね、はいはい、ぜひぜひ、はい、じゃあ行きますよ、背景、あーちゃん、たつの、生きてるか、今日はラストなのにそこに行けないポリコネーム、ひふみーです、ごっくんちょ、ひふみーさんよ、先週もいなかったけど大丈夫かな、
あ、先ほど来てましたよ。最近車に2回ひかれたって言ってから、はい、あ、そうなの。あのひーふーみーさんの方が生きてるかなって心配だけど、これまで楽しい時間ありがとうね。いえいえ、こちらこそ。ここで知り合った全ての皆さんともまたいつか会えますように、うん、あーちゃん、カナダ行くなら赤毛にしてから行くんだよ。これも結構もう赤いけどな。まあね、いろいろね。それからミノルさん、ミノルさんには一生お世話になりなさいよ。浜田さんの友達って知り合い。そうなんだ。じゃあね、またね、幸せになるんだよ、ごくんちょ。冷やみかち東北、冷やみかち九州っていうこと。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。な、愛のあるメッセージですね。牛乳屋さんだわ今日。うん、あのさっき実は、うん、あのスタンバイしてる時にお会いして。あ、本当に？はい、ちょっと挨拶します。あ、そうなんだ。はい。あっちが来る前に帰ったんだ。そうそうそう、あのちょっと帰らないときは待てよ。イケメンのね。そう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 、めっちゃしばらくお互い目があって誰だって感じになって、あ、そうなんです、ホテルマーズみたいな。ちょっとでもライブも見に来てくれてたからね、ヒューフーミーさんは。はい、ありがたいです。ありがとうございます。はい、じゃあこれ正午。あ、いいですか、はい、見える、読める、うん、じゃあ僕も目いい、ですね、目はいいんですけど滑舌が悪いんです。残念ながら。だけどちょっと心を込めて、この手振り素振りみたいなのがね、はい、絵頭っぽいんですよ。はい、どうぞ、ね、ラジオでは伝わらないこの気持ちね。温かい気持ちはありますけども。はい、できます。はい、ポリバの皆様こんばんは。こんばんは。ラジオネーム名古屋のダンサーズです。あ、名古屋のダンサーズさん、こんばんは。こんばんは。最終回は寂しいね。フリムーンの中中継です。中継ですね。中継準備で、ね、なかなか聞くことができず申し訳ございません。いえいえ、実は今夜の中継のために北海道札幌市に来ています。おー、すごい。フリムーンラジオすごすごいですね、うん、皆様は北海道でピンとこないですか。それは去年の2月にダンサーズが北海道へ来ていて、たまたま皆様のツイキャスを見ていて、ラジオがやりたいと言われていました、うん、そして F 麦の案はどうですかとお話ししたら速攻で連絡を取られていた、うん、思います、うんうん、そして最終回をここ北海道で今夜の聞くことになると思うと感慨深いものがあります、うん、おまた何らかの機会でお会いできるのを楽しみにしています、うん、また会う日まで。 ありがとうございます。覚えてる覚えてる、ツイキャス、うん、ツイキャスをユイチンから習って、はい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 ね、ユイチンがツイキャスやったらいいよっていうのを聞いて、そこからキューちゃんとタツノとよく3人で飲みながらツイキャスとか、はいはい、ユイチンも一緒にやりながらとかして、ね、あのラジオ番組、ね、こんななんか携帯に向かって喋るんじゃなくてラジオ番組とか持ちたいねっていう会話をしてたら、なるほど、このダンサーズさんが聞いてくれてて、たまたま、はい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 、それが北海道で聞いてたんだ。へー、でなんかライブの時にあったんだよ、うんうんうん、それでこの F 麦の後つながってるからどうですかって一応紹介してもらった。なるほど。で、ああやりたいですっていう話もして、それですぐあの営業しに来たわけ。あ、じゃあ本当にこの人生はポリバケツのきっかけになる出会いだったんだ。それがそのキューちゃんとのこの、そうそう、あのツイキャスだったんだ。そう、しかも最初北海道で聞いてて、今日はまた北海道で聞いてるって、マジすごい、なんか感慨深い、ね、感慨深いですね。ですね。うわ、なんかまたどっかでね、ありがとう、お会いしましょうね。ありがとうございます。はい、次行きます。こんばんは、はい、ラスト、本当に今日がラストだね、実感ないよ。本当だね。名古屋から数あるうちのライブがイケンモンで、うん、ラジオがあって嬉しかったんだ、うん、ほんで終わるって考えが全く頭になかったから、うん、いざ終わるって思ったら本当に悲しいな、うん、ずっと永遠に続くわけじゃないのに、あーもっと聞けばよかったって後悔しかない、はい、アーチサボったりしてごめんね、うん、じゃあタイコッピはどうしようかな、じゃあごめんね、じゃあたこ焼き送ってください、なんか美味しいたこ焼き屋があるって名古屋に。そうなんだ。FM ギノワに送ってください、取りに来るから。じゃあ僕もつまませていただきます、ちょっと。もしくはサードウェーブに送ってください、みんなで食べるから。 ありがとうございます。はい、ラジオ始まって1年と4ヶ月、うん、5ヶ月くらい楽しい時間をありがとう、うん、ポートリバーズの人生ポリバケツの番組忘れないよ、ラジオ聞きたくなったら YouTube で見ればいいね、うん、あっち泣かないでね、笑って最後終わろうね、いっぱいありがとう、終わりって。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋からね、ね、なんかやっぱり愛がありますね、うん、ありますね、本当にね、なんか楽しみにしてくれて。そうっす ね、 ね、このサボるっていうこの言い方もまた。そうだ、今日、ね、なんか仕事中とかにこっそりメール送ってきたりとかもしてて、タイコッピはね、タイコッピさん、ライブもワンマンとか、うんうん、ワンマン以外も見に来たりとか ね、 ね、わざわざ名古屋から、熱い
タエコッピですよ、ね、お金のもちこさんってあちは言ってるんだけどじゃあなんかあの温泉とかもよく行くわけよ。あ、そうなんだ。あの部屋にしかも露天風呂がついてるようなマジかなんかとこに泊まったりとかっていうこのメッセージとかも来るもんだから、はい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 、沖縄もよく来るし離島もよく行くし、うん、なんかねこの、まあ、ラジオはあれなんですけどまたポートリバーズねまだまだ続くんでね、そう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 、またちょっとこれからもなんか仲良くさせていただければと思いますけども、うん、はい、じゃあ次ショーゴ読んでからよしやろう。じゃあまた滑舌悪い僕が頑張りますお名前こっち、はい、じゃあお名前はくにちゃん。くにちゃんさんありがとうございます、はい、ありがとうございますね、はい、はい、今日もこんばんは、なかなか番組始まらないと思ったら FM 延岡でした。どういうこと？お待って、延岡ってどこ？延岡ってどこだ？延岡北の方ですかね。北の方、青森、岩手、延岡市って聞いたことある。延岡、延岡、延岡どこだでも宮崎の人だわけよ。宮崎、宮崎じゃない、宮崎延岡って宮崎じゃない、そうだよ。少々お待ちくださいはい、じゃあ、はい、うん、読んで読んで、というわけで、うん、で、さて、なんでポリバケツなんやろ。今更質問です、うん、あなたの声、本当、本音の嘆き、素敵でしたえ、ポリバケツってこんな意味なのかな。またいつかお声聞きたいね、バイ、くにちゃん。はい、ありがとうございます。なるほど、延岡、宮崎、宮崎、やっぱりそうだ、すごい。こう、くにちゃんさんは宮崎からこうやってメッセージ送ってくれて、そうそう、全国から嬉しいよね、うん、この、うん、あなたの声、本音の嘆き、素敵でしたって、これは、うん、だから多分褒めてくれてるんでしょ、あちのこと。これはその本音で喋ってくれるあちの声、うん、だからあち一人になって、うんうんうん、なんか別嘆きではないけど多分長々喋ってるのがちょっとなんかあの持論伝みたいな変な喋りがあったから、これが嘆きに聞こえてたのかもしれない。なるほどね、なるほどね。でもこのポリバケツっていう意味は、うん、もう笑いとか涙とか元気とかなんとかをいっぱい詰め込んで、うん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 、もう人生はパーいっぱいなんかいろいろあるけど、あのそういうバケツに詰め込んで毎週水曜日はあの楽しもうぜみたいな感じで、うんうんうん、ちょっと軽い感じでつけました、うんうん、ポリバケツね、うん、はい、じゃあね、まだまだいっぱいメッセージ来てるんですけど、はい、ちょっと翔吾も来てくれたんで最終回、はい、そうですね、ツイキャスもいっぱい今日さっきさ見て、うん、これキューちゃん幸子も見てるさ、本当だ超久しぶり、幸子さん、幸子さん久しぶりだね、ね、うん、ちょっとまた方言で、ね、来てですね、だからさ、で今日は翔吾がいるから、はい、私たちなかなかライブもしてないんですけど、うん、アコースティックライブがね、ね、多いけど、最近はちょっとめっちゃ最近は ね、病院でね、施設でやったりとかもあったんだけど、うん、最終回だし、うん、ポリバの曲を1曲、翔吾にギター弾いてもらって、そうなんですよ。やろうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。はい、ヌーヤがあってよ、幸子が。あっさびよ。今日はで、明日はでいけやさー、ちら。これね、昨日、うん、ね、ちょっとね、これギターこっちに当てればいいのかな、マイク。あ、結構入りますよ。結構入る、はい、大丈夫、ギター聞こえてますか皆さん。ちょっとね、うん、本当に急遽やることになった新曲、うん、新曲、アコースティックでやるのは初めてかもしれない。そうだね、さっきギャラリーでちょっと一回合わせたぐらいだね。で、しかも昨日あちが翔吾が来るんだったら最後だし一曲なんかやるかって言って、ポートリバーズの、まあ、プロモーション、あ、ミュージックビデオ PV にもなってる帰り道っていう曲、これはカラオケダムにも入ってます。歌ったことある人もいるかもしれないけど、帰り道っていう曲を最終回、はい、ポートリバーズの人生はポリバケツ、翔吾がギター弾いて私が歌ってお届けしようと思います。ギターあげれって、聞こえないって。どうだ、まあ、あっちの声が大きいのが、まあ雰囲気で、雰囲気勝負でね、ギターあげれって。今大丈夫ナイスエンジニアがいるよ、キューちゃん。ボサノバチックでね、初めてだね。そうだね、ちょっと本当に急遽なんですけどちょっとやってみましょうかね、うん、じゃあ、はい、じゃあ聞いてください、ポートリバーズで帰り道。ナトーン、なんだろう、ナトーンって
分かる人は一緒に歌ってね。ボサノバ風にショーゴがアレンジしてます。帰り道でも君はいなくなるんでしょう。分かっていたけど分かりなかった。追いかけて重なるオレンジの影、にじんで消えた嘘みたいに遠回りしても、二人同じ夢を見ていたね。最後は笑って僕は君を忘れないから。 I miss you いつもと同じ、いつもと変わらない、この景色この帰り道にもさよならするよ。言葉はなんか泣きそうになったんだが、私 やっぱ曲になったらダメだな。なんか年取ると涙腺みたいなのがボロボロなってきて、今どんな曲聴いても、うん、
じゃーんってから、はい、おぉヒューマンヒューマンヤーマンヤーマン あれに座ってください。ヒューマンステージの山田さん来ましたよ。山田さんこっち来て、どっち来て、あのカメラに映らないといけないから3人カメラ、ほらこっちこっち見て、山田さんがヤッホーあれマイクはもう多分手持ちがいいんじゃない山田さん。いや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 、これやっぱこれね、これでもやっぱ気持ちがした、大丈夫、はい、じゃあ自分の声で、あれしてください。あれ自己紹介自己紹介はじめまして、宜野湾ヒューマンステージからやってきました、代表の山田です。よろしくお願いします。山田お久しぶりだけど、え、これ何か、ヤフーあのヤホーからね、沖縄から、ね、そばでちょっと沖縄を股にかけて、そういうこと、はい、やっと、はい、ようこそ山田さん。いえいえいえ、忙しいところありがとうございます。ちょっとだし巻き卵作ってた、あの世界一のね、はい、だし巻き卵ねヒューマンのセンベロ2000ベロの CM も、あ、CM じゃない、宣伝もした方がいいじゃないですか。ね、ヒューマンステージライブがない日は、センベロセンベロは、焼き鳥2本とおつまみ3品とドリンク2杯つきます。で2000ベロは、うん、そのおつまみプラス2時間ぐらいドリンクが飲み放題になります、うん、すごいよね。とてもお得なので、すごいです、お得ですね、うん、まあ一人で行ったわけよヒューマンに一人で行って1000ベロから2000ベロに帰ってから4時間ぐらいいたよ ね、はいはい、たまたまお客さんいなくてから、うん、そうで結構ね、ミュージシャンが集まる、あ、そうそう、だからいつもなんかにぎわってるイメージがあるから、山田さんと話もしたかったし会いに行ってなんかもう帰るまで一人だったわけ、うん、だからもうどっぷり山田さんと4時間飲んで語ってで、あの、あ、もう最終回しますですか、あ、じゃあ最終回来るよって言ってくれてから、うんうん、なるほど、あ、それでなんか帰ってからさ、はい、あちが帰って5分、10分後くらいに お客さんがーって来て、あっちが帰ったら2分後に来たよってメールがわざわざ来てたわけ本当に山田さん、そうそうそう、もう山田さん、ポートリバーズもすごいお世話になってるし、この番組も、もう最初からスポンサーなってくれてから、うん、はい、あの後押ししてくれたわけよ、ね、やった方がいいよ、ね、ラジオっつって、うん、なんか本当ありがとうございますね。山田さんってなんか出てる、そうそう、ツイキャスで、うん、ツイキャスっていうのがあるわけ、ツイキャスで、あの、この映像が流れてるわけ、タイコピー、タイコさんと、あんまり名前は読まなくてもいいんだよ、このさ、あ、ヒューマンのセンベロってあのミュージシャンではなくて普通に外でも飲むし中でも飲めるし誰でも、まあ、ミュージシャンじゃなくても行ってもいいんですかって、ね、うん、焼き鳥食べに来て、焼き鳥食べに、うん、焼き鳥美味しいもん、そう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 、幻の焼き鳥ね、うん、そうだから今日最終回なんで、あの、来てくれましたよ山田さん、ありがとうございますこちらこそ、メッセージ読んでいいですか、どうぞ、はい、浅野さん、こんばんは。はい、また出た、浅野さんって。こんばんは。いつも間違えるんだよ、わざと。はい、ポリコネーム、3代目メンソールブラザートムです。今日でついに最後の放送となってしまいましたね。辰野さんのボケを浅見さんの天然が越してしまう感じが好きでした。そして、受け止めないですね。なんといっても一番びっくりしたのが、婚約発表、ポートリバーズがポートリバースではなくポートリバーズだったのを知った時以来の驚きでした。番組が終わっちゃうのは寂しいですが、うん、次は県域の曲で聞けたらなと思う、ああ、なるほどね、うん、はい、関係者の方よろしくお願いします。それでは最後まで千葉りよーって、ありがとうございます。まあ、FM 宜野湾はね、今コミュニティラジオだから、うん、これからね、もっとね、大きくなっていけば、あのそうですね、そうそうそう、はい、まだまだコミュニティなので、今2年目ぐらいだよね、そう、まあ、まだ1年半ぐらい生まれたてベイビーなんで、はい、そんなもんだっけ、そうそう、だからその FM 宜野湾が開局したぐらいにこの番組も始まったから、そこそこ1年半だもんね、そうそうそう、だから同じぐらいだ、 OK、 本当に FM 宜野湾と共に生きてきたこのポートリバーだったんで、ね、いや、生きては来てないでしょ、あ、生きてないでしょそこは否定するんだ、さすがヤーマンこの自分ワールドがね、あるからね、山田さん、ここで一つちょっとお知らせなんですけど、一時代に来ているメール、これもこちらへのメッセージでした、一時代、はい、あ、じゃあ結構前に、じゃあこれ探すんで、二人で、あ、これかな、未読つけておきましたので、あ、これか、はいはい、うん、はい、
ポリコネームかがしら2時50分さん、ありがとうございます。私がこの番組を知ったのは確かツイッターでの宣伝だったと思います、うん、実際聞いてみて、あさみさんと辰野さんの絶妙なトークが面白く、毎週聞くようになりました、うん、私もよく投稿してましたが、あ、このここの部分は少し言葉が足りなかったなということが多かったかな。でもそれでも私の投稿をよく採用してくれたのはとても感謝しています。この番組が終わってもポートリバーズはこれからも応援していきますよ。今まで楽しい時間ありがとうございましたって、かがしら2時50分さん、ありがとうございます。あの、ね、あれ、ヒューマンのライブも見に来てくれるんだよ。あ、マジ、うん、すごいすごい、そうそうそう、ありがたいね。そう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 、うん、よく来てくれる。もう毎週毎週本当にありがとうございますね。昨日よ、うん、竹山ピストルが来てたけさ、おお、死に竹原だな、ね、間違ってるし、ずっと竹山竹原、うん、うん、見たよ、よかった、フェイスブック、ライブ見させたんですか。そうそうそう、あ、そうなんだ、うん、なんか打ち上げもして、打ち上げはだから、うん、勝手に言ってたほしいけど、うん、まあ一緒に飲む、うん、乾杯しましょうねということで、うん、乾杯して、うん、カウンターで乾杯して、カウンターで飲むかなと思ったら、スタッフ3名で来てて、うん、3名と、うん、でスタッフの人1人の嫁さんと子供がいたから、うんうん、じゃ外で飲んどきますよ、うん、っつって、お客さんがはけるのが早かったわけさ、だから結構何時までかな、11時半ぐらいまでずっとだから、この 5人でずっと外で飲んでるし、はいはいはい、うちらは中で飲んでるし、まあ、たまに来たらまた乾杯乾杯乾杯して、おお、すごい、いい夜だったんだ。酔っ払ったでしょ、山田さん。酔っ払った。毎日飲んでるから、あれやった方がよ。何？あの人間ドック。ああ、だから今年は行きます。ね、肝臓とか腸とか、ちょっと毎日飲んでるから山田さんも。ね、も山田さんが作る酒が美味しいわけよ。毎日美味しいから。氷いっぱい入れて。だから最近あれよ、シークワーサーもらってからさ、うん、余計美味しいな。あ、いいね。この山さんでか、はい、農家って。ねえねえねえ。また近々。このこのつかね、このノリですよ。行かないとね。はい、じゃあ翔くん、はい、次読んでいきましょう。はい、じゃあ僕読ませていただきます。はい。ですね、これはポリコネーム。そのまま読んでよ。あ、そのままですね。はい、じゃあ、こんばんは、あさみちゃん。こんばんは。スタッフの皆さん、いつもありがとうございます。この番組が聞くようになって5週目、いよいよ今回が最後だね。うん、3年に思いますが、ポートリバーズの応援は続けますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。活躍期待しています。短い間でしたが、うん、とても楽しませてもらいました。あさみちゃん、お疲れ様。うん、大島の天ぷら食べに行きたいね。ありがとうございました、うん、ありがとうございます。これまー、あ、ちゃんって言ってから、うん、あ、上に書いてるね、まー、あ、ちゃん、あっちのおじさん、リアルおじさん、東京のおじさんが最近知って、この番組やってること、あのこうやって送って、あの、そうそうそう、それで夫婦で見てくれてるわけ。あ、うん、もう前、そっから毎週天ぷら食べに行ったわけ。じゃあ大島にも来たことがあって、大島っていうか沖縄に旅行来た時に、うんうん、先週さ、トークテーマが天ぷらだったわけ。天ぷらだったから、多分それで天ぷらにかけてるんじゃない？はいはいはい、大島の天ぷらに食べに行きたいね。大島の天ぷらうまいもんね。あー、妹妹。なんか、そうなの？あんの、カメラに映ってるよ。カメラに映ってるんだよ。そうそうそう、最後だからつって、あれに丸見えだからね。ずっと撮ってるの。あの、そうそうだね、マスクしててよかったよ、うん、はい、あ、山田さん、山田さん、はーじゃないよ。多分山田さんから映ったんだろうな、あっち、この汚い言葉みたいなの。いやいやいや、あ、これだ。はい、じゃあこれ、はい、山田さん、ん、読める、見える、こんばんみー、ポリコネーム、はちみつ二郎です。はい、こんばんみー。今日で最後なんですね。寂しい寂しい寂しいよーって。お題なしのフリートーク、ぶっちゃけ今日しか聞けないと思い、聞いちゃいます。うん、ポートリバースのアルバム、デモなもんで。デモなもんで。カーミージ。ケアミーイージー、あ、カーミジにも入ってる僕が大好きな手紙について、僕が、あ、曲が生まれたきっかけとか思いとかを失礼ながらぜひ聞きたいです、うんうん、あとだ、うん、デモなもんで、山田さんに読みにくいデモなもんでにあるバカみたいも大好きな曲です、はい、
面と向かって好きな曲とか言えないので、うん、本当に今日しか聴けないと思いぶっちゃけ聴いちゃってます、うん、最後のとこ失敗してないかな、失敗してないよね、うんうん、本当に80回、あ、今日で80回、80回、80回もお疲れ様でした、うん、また放送で会えるのを楽しみにしてます、うん、放送最後までちばりよー、うん、PS 今日母の66歳の誕生日なのでハッピーバースデーの歌をください。お、行きましょう、せーの、ハッピーバースデー to you、ハッピーバースデー to you、ハッピーバースデー dear はちみつ二郎のお母さん、せーの、ハッピーバースデー to you、シャン、ダバダバダ。はい、66歳おめでとうございます。若いね、66だね、若いね。いや、これ、手紙、うん、手紙について、うん、これはあれだね、なんだ、沖縄に帰ってきてから作ったんだけど、うんうん、覚えてる、うん、あ、覚えてるじゃない、弾ける、そうそう、今翔吾が弾いてるんだけど、なんだっけ、アジが東京でずっと音楽活動してたんだけど、ちょっと喉に病気ができて沖縄で治療しながら治して、治ったらまた東京行って音楽復帰しようと思ってたんだけど、それができなくてずっと治療してて、でもう歌の世界からもう身を引こうと思ってたんだけども、ずっと弾いててよ、うん、でもやっぱり作ってたんですよ曲を、まあ、その時は鼻歌でだけども、歌詞も書いてて、で歌えないかもしれないけど私の思いはこういう思い、もう歌いたいっていう思いで作ったのが手紙って曲なんですよ。だからこの東京から戻ってきて、まあ、5年かな、丸5年経ったけど、まあ、5年前ぐらいにできた曲で、だからアサミから誰かに対しての手紙なんで、うん、アサミから自分に、あ、アサミから自分にとか、あとはもう歌を聴いてくれる人たちを想像して、うんうん、届くように、うん、そうそう、届くように、うん、君に届くようにっていうのは、うん、聞いてくれる君にもだけど、うん、あと一人の自分を作って、うん、歌えない自分、うん、だけど歌いたい自分、うん、この歌いたい自分に届けっていう思いで書いた曲、うん、だからこれなんか嬉しいね、うん、ヒューマンのあの CD にも1曲目に手紙、ね、ね、山田さんが好きって言ってからやってるからね、うんうん、はい、いい曲ですよ、うん、あ、いい曲ですね、懐かしいね、うん、一番だけやる、あとね、ちょっとね、できないか、イントロだけ、あ、ちょっと一番だったらできる、できないか、うん、うん、はい、はちみつ二郎が手紙好きってからこんなのもいいね、56分までですよ、そうです、うん、やる、次、もう始めた、いくよ、ワン、ツー、サン、君にこの手紙書きたくて、この歌を歌いたくて、僕は真っ白な髪に君への思いとメロディーを、愛してるなんてたやすく言えたセリフじゃないけれど、君に届くよ、届くように、はい、終わり、かっこいい、ありがとうございます、イエーイ、いいね、ジロー、ジローも、ジローも、ジローも喜んでたんで、あ、ジローも喜んでたから、はいはいはい、そうそう、そう、あとね、バカみたいって曲は片思いの曲ですね、通じないこの片思いしてる人をただただ思ってる相手がいるのに、うん、相手に好きな相手には彼女がいるのにそれでも片思いしてるっていう曲で、それでもいつか一緒になれるんだろうなっていう女子の歌、女子の、ね、なんかビール5缶飲んだけど、そうそうそう、まだ足りなくて、あなたのことを思いすぎてまだ足りない、うん、眠るにはまだ足りないで、コンビニにあと1缶の、あともうちょっと買おうかなと思ってコンビニに行ったら財布を忘れてきたっていうバカな、うん、バカみたいっていうね、うん、バカみたいだけど笑えるねっていうような、うん、初めてそんなもんで聞いた時に、そうそうそう、まあ飲むなと5、6本超えてまたコンビニ行く、まあ飲むなっていうのはちょっと印象に残ってました、どんだけ飲むか、ね、そうっていうかすごいメッセージが、はい、じゃあ次ショーゴだね、あ、はい、はい、
ちょっとね本当に、はい、ね残り時間わずかに近くなってますけども、はい、はい、じゃあこれ台湾台湾さと吉さん、さと吉さん、はい、せっかく車の床に穴の開いたフラーの話をしたのにさ、うん、終わっちまうのか、うん、一つお願いがあります、うん、最後に生歌ライブをお願いします。あー、したよしたよ、さようなら、うん、2回やりました2回やりました。そう、台湾さと吉さんは車に穴開けたって。あ、そうなんで車の床に穴開けたのに乗ってたらしい、うんうん、やんちゃボーイみたい、うん、そうそうそうやんちゃってはい、はい、じゃあ次いきますね、うん、ポートリバーズの人生ポリバケツ、今日で最後なんですね。浦添のノーリーです。 あ、今日ギャラリー来てますね。6月から宜野湾に通い詰め、もっと早く話ができればよかったのに、私こう見えて意外と恥ずかしがり屋なんですよ、うん、来週からスタブ9のホマレ、マコト、ナナミちゃん頑張ってください、うん、来週からも変わらず見に来ます。ポートリバーズさん本当にお疲れ様でしたって。毎週ねギャラリーに来てくれてるんですよ。ホマレとマコトはいるよ。そうそうそう、今からね、うん、もうちょっと残り少ないけど、じゃあ、うん、後で呼ぶ。あ、本当、うんうんうん、はい、次、朝の世界で7番目に愛してるって。はい、ありがとうございます。この朝のこれフリムーンの隊長ですね。あ、次の番組の隊長、はい、ありがとうございます。7番目ありがとうございます。はい、かな、ショゴ読む？あ、じゃあいいですか。はい、どうぞ。はい、じゃあ結構早口目がいいかも。あ、じゃあアチショゴくん、ご無沙汰です。最終回寂しいよ。味噌ニコス、味噌ニコミスキーです。味噌ニコミスキーさん、はい、ありがとうございます。いつもさ、フリームーンラジオの中継準備パタパタしながら番組も聞けないし、メッセージが送れなかったのがもどかしかったな。しかも先日アーチに宜野湾スタジオ前で会ったのに、うん、フリームーンの番組の段取りにこと気にしてて喋れなかったよ。あ、そうなんだね。そうなんですね、うん、うん、明日は、あ、今日は名古屋でしっぽり聞いてるよ。それとアーチ幸せになってね。またどこかでお会いできる日を楽しみにしています。うん、はい、ありがとうございます。名古屋、ありがとうございます。名古屋で聞いてんだ。味噌すげえな。味噌好き。この滑舌悪いボケとかね。味噌好きさん、読む？誰が？あ、読む。はい、どうぞ。誰だっけ？ポリコネーム。ポリコネーム、ミーツーさん。はい、ありがとうございます。ポリコネームミーツー、アーチ、辰野、翔吾、山田さん、こんばんは。80回目。今日で終わり。とても悲しい。アーチ辰野の楽しいトーク、スタッフの皆さんのサポート、スポンサーの山田さん、浜田さん、今まで楽しい放送ありがとうございます。リスナーとも仲良くなってとても楽しかったよ。いつかまたラジオやってねって待ってるよ。ではでは、はい、ありがとうございます。毎週ありがとうございました。じゃ最後のこれアーチ読むね、うん、はい、ポリコネーム沖縄コンビーフセンターさん、皆さんこんばんは。今日何年かぶりに赤いキツネを食べて、自分が思っているより美味しくお腹いっぱいになりました、うん、皆さんも最近久しぶりに食べたものってありますか？追伸、最後まで意味不明な投稿してごめんなさい。あと帰り道はカラオケ屋に行くたびに歌ってますよって。ありがとうございます。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。最近食べたものって、最近食べたもの、最近久しぶりに食べたものって何ですかって。今日ラーメン、最近久しぶりに食べたトウモロコシとかかな。ラーメン食べた、久しぶりじゃないでしょ、絶対毎日食べてるじゃん。まあまあ久しぶりよ久しぶりか、まあカレーですかね僕は、うんうん、カレー屋さんのカレーを、久しぶりに食べた、外のカレーを食べました。あ、でも俺赤いキツネよりは緑のタヌキが好きだ。好き、あ、緑タヌキ、日本そばがなんか好き。あれ天ぷらが乗ってるやつだよね。そうそうそう、あのカリカリのね、あの上に天ぷら、うん、なんか緑、okay. そう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 、ああそうだね、乗ってるような、うん、赤いキツネがなんかお揚げみたいな、お揚げみたいな、はい、まあ、ってことでね、はい、皆さん本当に、ありがとうございました、まあ、今日で最後ですけどね、愛がありますね、うん、そう、ねえねえ、いつもこんないっぱいいるの、ね、ギャラリーって、うん、いや次の番組フリームーンの番組もお客さんいっぱいで、ね、ね、ちょっと、まあ、時間も短いんですけど、ちょっと最後にですね、そうそうそう、すみません、ちょっと最後に僕の方ですね、あとちょっとメッセージを預かってるので、うん、はいはい、よければちょっと最後なんで一個直接、あ、直接ちょっと、うんうん、預かってるのがあるので、はいはいはい、ちょっといただきたいと思います。はい、マジっすか。はい、そうなんです。すごい手紙、ちょっと、はい、じゃあ読み上げます。はい、はい、ポートリバーズ辰野です。おお、手紙、うん、そうなんです。リスナーの皆さん関係者の皆さん、今まで80回忙しい中聞いていただきありがとうございます。1回目から始まり、今回までいつもくだらないトークしてました。いろんな話したなって思い出します。ちょっと辰野っぽい数じゃないんですけど、あ、むずくらいいらないね、はい、特に背番号シリーズ、相撲話、弾き語り、内名口バージョンのラジオ体操とかめっちゃ楽しかったです。
そしてリスナーの皆さんは優しい耳で聞いてくれて、優しいメッセージも毎回いただいて、最高のリスナーだなって思い感謝しかないです。スポンサーのヒューマン山田さん、山田さんのパワープッシュがあり始まった人生はポリバケツ、ずっと支えてくれたサードウェブ浜姉さん、ね、いつも台本のないトークに付き合っていただいた FM 技能班スタッフ、皆さん本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。今月サブ9がめっちゃ面白いトークするんで、引き続き応援お願いします。人生はポリバケツ最高、ではではと、手紙もらってたんだ。手紙、そうなんです、ね、すごい、ちょっとね、なかなか最後来れないとこもあったんですけども、ちょっともちろんね、支えてくれてると、うんうんうん、で、まあ、来れなくても僕らもね、ちょっとやりながらちょっとやってるわけで、うん、そうだ ね、 ね、ポトリバーズもずっと頑張ってたからね。そうです、聞いてるかもしれない、はい、楽しかった、うん、皆さん、リスナーの皆さんもありがとうございます。でスポンサー山田さん、うん、浜田さん、うん、FM ギノワンさん、うん、あ、スポンサーじゃない、FM ギノワンのスタッフの皆さん本当にありがとうございます。で、来週からはこの枠をスタブ9にバトンタッチするということで、今日は3人に、スタジオに遊びに来てもらってます。残りちょっと少ないんですけど、エンディング、3人に登場してもらいましょう。山田さんもこのままいとけば、あ、でも、はい、山田さんこっち側に立つ、僕らがちょっと後ろに立って、はい、はい、誉れとななみちゃんと、うん、そうそうそう、はいはい、こんにちは、あ、こんばんは、うん、はい、もうさ、56分までだからさ、やばい、あと5分ぐらいしかないからさ、ななみちゃん、こっち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 、あ、じゃあ、はい、ななみちゃん、こっち座って、じゃあ、まこちゃん、こっち座って、これ、誉れと座る、どっち、これ、誉れと座る、はい、これでいい、これでいい、これでいい、はい、OK、あ、ある、あ、椅子あるって、まあ、カメラ的な問題もあるから、はい、大丈夫、すいません、はい、あ、じゃあみんな、スタブ9それぞれの声で自己紹介お願いします。ギターボーカル誉れです、よろしくお願いします。お願いします、ボーカルの誠です、よろしくお願いします。イエーイ、こっちですか。スタブ9ボーカルななみです、よろしくお願いします。イエーイ、はい、そして来週からは、そうなんです、来週からですね、うん、この、ラジオのまた後に引き続きですね、うん、僕たちスタブ9の方でですね、じゃあもうタイトルはナーナの方に行ってもらいましょう。これ使って、はい、タイトルがですね、スタブ9のナインドレディオです。はい、ナインドレディオナインドレディオナインドレディオ、はい、ナインドレディオ、はい、来週から、来週から始まる。意気込みは、行くごめん、噛まないように頑張る、はい、もう怪しいけど、怪しい、もうすでに怪しいです、はい、1時間 ね、 そうです、結構長いようであっという間に終わるから、そうですね、うんうん、ああそっか、ね、来週からバトンタッチということで、わざわざ忙しい中来てくれてありがとうございました。いえいえ、ともないです、ありがとう、来週から頑張ってくださいね、はい、ツイキャスもリスナーのみんなもいっぱいいるから、来週からも応援するってみんな言ってくれてるんで、ぜひぜひ、ありがとうございます。スタブナインよろしくお願いしますよ本当に、あ、はい、79.7 の8時水曜8時よろしくお願いします。はい、じゃあスタブナインでした、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ残り3分ぐらいかな、そうだ、ね、もうちょっとおしゃべりしてから終わりますね、まあ、最後の最後になる時間ですね、うん、スタブ9のななみちゃんとギターの誉れと、そして美声のまこっちゃんでした、ね、みんな来週からも楽しみだ ね、 ね、そうだね、ちょっとツイキャスじゃなくてこの、ね、初めての画面スタブ9は番組持つの初めて、すごいですね、そうそう、だから、ね、急なあれだったけど、うん、バトンタッチ良、うん、かったです、うん、はい、うん、というわけでね、もう本当あと2分ぐらい皆さん、80回、うん、約1年5ヶ月お付き合いありがとうございました。今タツノのね、手紙にもあったけど、ショーゴがあれして、うん、もういろんな言ってたらキリがないぐらい思い出がたくさんありすぎて、うんうん、そうそうそう、すごい楽しかったし、収録した時もあったんだけど、うん、まあ、この番組を持ったおかげでいろんな出会いつながりがあったので、このポートリバーズの人生はポリバケツで出会った皆さんのことも忘れないし、うん、まあ80回ってなんかたったの80回かもしれないし、うん、おー80回かもしれないけど、うん、あちの中ではすごい宝物になりました、うん、おしゃべりも楽しかったし、メッセージも嬉しかったし、いろんな、なんだろう、嫌なことがあっても、これ嘘じゃなくて、嫌なことがあっても、この
時間が楽しくあっという間に過ぎるもんだから、うん、あまたなんか明日から頑張ろうみたいな感じになれたし、いつもこの後美味しいお酒が飲めたもんでね、うん、本当に皆さんのおかげでした、ね、ありがとうございます。うり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 やばーすげーすいませんありがとうございます。初めて知ってたし、あー超サプライズやん。わーやばーやばー、かっこいい。思い取らんす、なんでみんないるのやばー、あすげー、あーすごいすごいすごい、めっちゃすごい、ありがとうございます。すごいこれ見せよう、みんなに。わーすごいね。あー作ってこっちにすげー、やば、あの、思いトランスのミューパンが来てくれて、写真もすごいすごい、お花も見て、お花ももらいました。浜田さん、スタブ9からと、匠が今ドラムサポートいただいてくれてるんですけど、本当にありがとうございます。そして写真を集めた、やばーポスター、すごい、ありがとうございます。あと40秒、はい、最後バシッと、ポートリバーズの人生アップリバケツ、あ、ピザももらったよあ、違う、シーチキンだ、シーチキンシーチキンかいはい、ピザかな、本当に楽しかったです。なんて、また来週からスタブ9の番組もあるし、ポートリバーズもまだ今から活動していきますので、ゆるくですけど、皆さん応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。また、来週は、あ、じゃあポートリバーズの、あ、終わった。ツイキャスは最後一言だけ大丈夫です。あ、もう大丈夫です。あ、ギャラリーで写真撮った方がいいかな。そうですね、向こうで次のバンドが